どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できますよということで、日々レッスン動画、簡単レッスン動画公開してます。今日もやっていきますよ。本日は G ラボのガズモデルウクレレ10周年記念限定モデルと、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますからね、チェックしてみてください。さあ皆さん、オレンジ色の本が出版になりました。この本、リリースされたんですけど、皆さん大好評です。これ本当にご活用していただけてるようでね、嬉しいお言葉がすごい届いております。ぜひ皆さんもチェックしておいてください。Amazon さんとかインターネット書店さんとか、本当の書店さんとか楽器店さんで大好評発売中になってます。よろしくお願いします。そしてこの本のね、出版を記念した発売記念無料イベント、誰でも参加できるイベントがまず、2つ決まってるんですけど、第1弾これです。いよいよ今度の日曜日、博多の HM&V ブックスさんで行われます。誰でも参加できますからね。だけどこの博多の HMV さんで本をゲットしていただいた方は、前の方にある後ろ席にちょっと数は限りがあるんですけど、優先的に座っていただけるのと、本にですねガズがサインしますよというね、チケットをゲットしていただけるということで、 HMV さんで、購入していただけると嬉しいなと。電話で予約っていうか取り置きしてもらえると思うんでね、遠方の方も、当日そこで盛り上がることもできますんで、ぜひウクレレ持って、もりもり盛り上がっていこう。もうすごいいいイベントになること間違いなし、楽しみです。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日のテーマソングは今超熱い曲、こちらとサザンオールスターズのボンギリ恋歌、2023年7月リリースでございます。これはですね、もうサザンオールスターズのですね、あの感じがギュッと詰まった、もう何とも言えない夏曲、思いっきり全開でいきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはいろんな要素盛りだくさんですよ。ね、ビートは8ビートの、ね、心地よい感じなんですけど、いろいろな面白いことが隠れてますんで、じっくり解説していきます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。はい、そこで練習してもらってね、どんどん音楽楽しんでいきましょう。今日のレッスン入っていきます。サザンオールスターズのボンギリ恋歌、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンからゆっくりとやってみる。
ボンギリ恋歌サザンオールスターズやってみました。この曲はですね、あのふるさとをですね、故郷への思いを歌っているという一面もあるそうでございまして、なんかねどこか懐かしいような田舎の景色がこう思い浮かぶような、ちょっと和風なようなね独特のある世界観、シンプル簡単バージョンで十分に味わっていただけると思います。全開でやっていきましょう。気持ちがいいですね。はい、そして今聞いて、あ、で、これ原曲キーですから、これは嬉しいやつです。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしております。今はどんなあのバージョンでやったかというと、1番を全部やった後に、2番のサビにちょっとだけついてるブリッジパートをやって、最後もう、サビの応酬、こういう風になっておりますということなんですけど、今のシンプル簡単バージョンは最後エンディングはね物語で終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンはここにあの最初に出てきたイントロをまた引っ付けたっていう風にちょっとねロングバージョンになってます。後半はね、まあまああの今まずはねこのシンプル簡単バージョンの方から、初心者の方はどんどんやっていきましょう。ガズの動画にはですね歌詞とコードが出てますんで、まあクレレでこう練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたらすごいですよ。この曲ももうサザンの桑田さん節がもう炸裂なんでですね、一回掴み取っちゃうとすごいこの分かりやすいメロディーだけど、掴むまでちょっと言葉のタイミングとかあるかもしれないけど、まあとにかく楽しんでね、動画に合わせて練習していってください。で、一緒にできたよという方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、ということをやってもらいたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうから、まずは楽譜的なものを見て何回も何回も楽譜で練習しているうちに覚えちゃって、もう今年の夏あのお盆のなんかねお祭りとかにこうウクレレ持ってって外で弾くとか最高だと思うんですけどね、やってみてくださいと。でも楽譜ってどこにあんのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですねガズさんが書いているこの手書きのノート、もう37冊目でございます。37冊目のこのノートに手書きで書いてきました。こんな感じで今日2枚にわたってます。はい、でもうちょっとしたらこんなにカメラにこんな風に映してね、みんなもこんな風に書いていったらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、その前に今ねこのねめちゃくちゃいいサービスが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたボンギリ恋歌を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい、でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるのでぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習してていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ボンギリ恋歌サザンオールスターズでございます。はい、今日2枚にわたってます。1枚2枚、はい、こっちですね。はい、見ていきましょう。これイントロ1、ここはねでん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 ってメロディーがあるじゃないですか。これ今シンプル簡単バージョンは口で言ったんですけど、これかっこいいバージョンで弾いていきますからね、解説していきます。でここデレデレってってててでイントロ2です。あ、独特の、フレーズが入ってダダダダ止まって、でここから歌が入ってボンギリボンギリ、これが頭にねこびりつくんですこのフレーズがまあコードは簡単なんですけど、ここ見てもらうと下のここに書いてあるのはかっこいいバージョンで、ここで毎回キメが入ってきますからね、これ後で解説していきますけど、基本的に上の段はかっこいい、あ、簡単バージョン、下の段にここに書いてあるのは、かっこいいバージョンということになっております。お時間ある方こんな風に大きく写しておくので、一時停止してノートとかに書いてゆっくり始めて練
練習スタートしていってください。で、ガズクラブに入っていただいて、このガズさんの手書きの、ノート楽譜のデータをダウンロードしてもらうと今日めちゃくちゃ有効ですよ。ガズのノートの特徴を見てください。こういう点が書いてあるでしょ。これ V とか。これでリズムがわかります。やっていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ボンギリ、ボンギリ、うん、夏はボンギリ、よろしく、ほうみたい。はい。この、これ休符なんですよ。はい。ボンギリ、ボンギリ、うん、今は亡き人と素敵なラブリー、ない。こんな感じで、リズムがわかる。あとね、歌詞カードには出てこない。こういう伸ばすところ。がね、出てくる。これ歌詞カードにないんでね。あとはこのワンブロックに対してのこの文字の位置関係でなんとなくのねタイミングがわかるということで、かなりね、重要な要素が詰まってるんで、ガズクラブ入ってこの楽譜そのものをダウンロードしてもらうのも、おすすめです。お時間ある方はこんな感じで写しとくんで書いてください。一時停止、まずは A1、A2、 はい、 OK。 はい、そしてここですね、 B メロ。ここがねめちゃくちゃねいいメロディーなんですよね。ここすごいかっこいい。姿は見えねけどってね。はい。で、ここは本当はこれ A シャープってコードをどうしても使いたいところなんですけど、やっぱりちょっと押さえるの難しいんで、初心者さんの方は D マイナーで、ここ、表現してますが、やっぱりこれはね、やってみたらわかると思うんですけど、ちょっとね、やっぱり A シャープ行きたいんですけど、これ練習してください。ちょっと気になる方は、まずはね、D マイナーで、ひとまずはこう、気持ちよく歌ってみましょう。はい。で、こんな感じですね。で、ここもかっこいいバージョンで決めが入ります。で、ここからサビですね。はい、サビ移しておきましょう。サビの1回目。いいですか。で、ここ、ツタタタタって書いてあるね、途中入ってきます。で、本来だとですね、1番のサビってここまでなんですよ。はい。なんだけど、これ2番のサビの終わりに、危険な夢だったよ。ここがワンフレーズ足されているので、1番のサビ終わった後、2番のサビの、このワンフレーズを入れた後に、もう最後のサビの応酬に行きます。はい。ここも決めがあります。後で解説していきます。かっこいいバージョンでここ決めますということですね。はい。で、ここ最後のサビの応酬がこっちになりまして、まあ、コード進行はさっきのね、サビと一緒なんですけど、あ、ちょっと待って、見せない。こうか。はい。こう映しておきましょうと。はい。歌詞がちょっと変わってきますね。最後はちょっとここね、遠い夏の熱い恋のって、ね、ここ繰り返します。ほいで、ここ見てもらいたいんですけれど、簡単バージョンはここでもう Am で終わったと。で、かっこいいバージョンはここからね、イントロ1と2をやって終わりましょうということで、またさっきやったここの、ここの、でってってってれってれってれってって、こういうフレーズをやって終わるというのが、ガズレレアレンジでございますと。はい、じゃあコード、出てくるコードを見ていきましょう。言っていきます。Cam、F、Dm、G7、E7 ですね。これはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、後で解説します。はい、この6個だけですよ、今日、コードは。今映ってるコードはガズレレでは超嬉しい入門コードなんで、これ安心のやつです。はい、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと、頭ごっちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと、もりもりでございます。じゃあここからね、かっこいいバージョンの解説入っていこうと思うんですけど、その前にやっぱり歌は聴き込んでくださいね。やっぱり桑田佳祐さんの歌って独特のタイミングとリズム感かっこいいんですけどね、掴み取れちゃうと気持ちがいいんですけど、そこまでちょっとねやっぱ聞き込みが必要だと思います。で、このかっこいいバージョンではもうね8ビートの疾走感にねこうガーッと一緒に入っていく感じなんで、歌と8ビートがガチッとやっぱりねグリップするのがやっぱすごく気持ちがいいんで、はい、ぜひ聞き込んでかっこいいバージョンの練習入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンはコードがですね2個追加されます。まず1個目はですね A シャープ、これがちょっと抑えづらいですよね。こことこことこことここを抑えます。こうやって抑えて2個ギュッと抑えてちょいちょいと立てるか、あるいは1フレート全部抑えてちょいちょいと立てるかなんですけど、この A シャープについてはすごい質問が多くて難しいコードということで、 A シャープだけを徹底的に解説している動画を撮ってます。これ概要欄に貼っとくんで、 A シャープちょっと研究してみたいという方必ず役に立つ動画だと思いますね。概要欄に貼っとくんで見ておいてください。で、あともう1個です。 E7 サソーというコードが出てきます。 E7 っていうのは入門コードの1個で、こことこことこ覚えてますか。これが E7です。人差し指見てて、これが E7 サス4、これが E7 なんで行ったり来たりします。 E7 サス4から
E7 みたいな感じでかっこいいバージョンで出てきますということで、この2つのコードで盛り上げていきましょう。今日出てくるリズムはこれになります。ドン8ビートのチャットカッティングですね。カッティングはですね、ちょっとこれイントロのところでね、もう結構難しいフレーズが出てくるんですけど、まあちょっとチャレンジ企画としてやってみてください。今映ってるこのリズムは概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろという中にですね、もう濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、リズムよくわかんないなという方はそこでちょっと練習してもらいたいんですけど、基本的にはね、これ8ビートのノリノリのね、8ビートロックなんですよ。なんでじゃあ Am で弾いてみるとこんな感じです。力強くロックな感じでいきたいやつですね。あ、これは気持ちがいいですよ。ウクレレにぴったりだと思います。はい、じゃあちょっとね、こまごまと、いろんなとこ順番通りに解説しますけど、今日イントロの1、あのフレーズで言うとダッ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 バボーバボーバダッダッダッダバボーバボーバ、これをやりたい。これね、ちょっとやってみます。これかっこいいんですよ。いきますよ。1、2、3、4、かっこいいでしょ。これやりましょう。ここで出てくるのがカッティングです。見てください。左手で音止めるわけ。これを止めてんだよね。で、しかも右手見てください。今みたいにやるとリズムがよれるんで、こうやってストローク、8ビートのストロークの中でやりたいんですよね。で、まあガズはちょっとノリを出すためにちょっとカッティングも入れつつ、ってやってます。はい。ダッチャッタッツッタッタッみたいな感じで、ちょっとラフな感じにやってるんですけど、今の分かりますかね？カッティングで、ダッ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 。はい。まずこれが第一段階。その後、フレーズが入ってきます。フレーズはですね、もうタブフを出します。タブフってこれ、今表が出てると思うんですけど、これ読み方分かんない方、概要欄に貼っとくんで、ちょっとね、読み解いてください。一番最初、1弦の開放弦、0フレット。次、2弦の3フレット。次、2弦の0フレット。次、2弦の3フレット。次、また1弦の0フレットに戻る。はい。これを、わかる？1弦の0、2弦の3、2弦の0、また2弦の3、また1弦の0です。っていう風になってます。それで、それを組み合わせるわけです。いきます。1、2、3、4。いかがでしょうか。これかっこいいけど難しいですよ。こういうリズムからいきなりメロディーのこう指でつまびく。僕の右手見てて。ここはストロークでしょ？止めて。指の動きっていうか手の動きが変わるからね。フレーズの時とストロークの時。はい。なんでここはね、リズムキープちょっと難しいし、早いんですよね。たたたたた。ガズさんは、あ、どうやって弾いてるか。まあでも人差し指だけでもいけますよ。とか親指だけでも。はい。ちょっといろいろ工夫して、2本の指でも。こうやってペーコンでもいいし。まあちょっといろいろゆっくりからチャレンジしていただけるといい。それより最初のこの、このカッティングの方がちょっと難しいかもしれないですけどね。一応フレーズとしては、ダッツタッツタッタッパポーパポパダッツタッツタッタッタポーパポパ。でございます。これぜひトライしてみてください。そしてこの後はですね、まあ、でれでれってってっていくんですけど、この一番最後でちょっと決めというか、入ります。これは簡単ですね。後半やります。でれでれってってってんてってん。でれつってれ、はい。だだだだって止まります。つたたたたです。はい。これ簡単ですよ。チャオやっといて、だだだだで止まると。で、ボンギリボンギリで入っていくと。はい。で、ここのね、ボンギリボンギリで、じゃあそのまま続きいきますね。ボンギリボンギリ、夏はボンギリ、よろしく。次、フレーズ、だだどだ。今の、最後。よろしく、ほーみたい。一瞬、Dマイナー入れます。ちょっとタイミングにご注目。よろしく、ほーみたい。だだどだんだ、チャッカーです。一瞬だよ。ダダドダンダダ。ドの時が D マイナス。ダダドダンダダカですね。よろしくホームタイ。はい。これは簡単でしょ。ちょっとフレーズが8ビートっぽいリズムの中で D マイナーが一回入るということですね。はい。そして、その次。ボンギリボンギリ。今は泣き人と素敵なラブリーナイ。次、ワンブロックコード4つなんですけど、2回ずつ弾くとかっこいいですよ。ででででででで。こんな感じですね。素敵なラブリーナイト。ワン、ツー、スリー、フォー。素敵なラブリーナイト。はい。デレドゥルダラダラっていうようなイメージですね。ここがですね、交互に出てきます。A メロでは。はい。最初は、ダダドダー。
2回目はデデデデデデデ、はい、1番 A メロ、1番 A メロ、2番でこれを入れています。でですね、B メロ、やばない子はないしょ、ここのメロディー超好きなんですよ、かっこいい。だ誰もがやってる、要はさっき言った A シャープに変わりますから、誰もがやって、ここからやってみようか。誰もがやってるよ、みんなに内緒だよ。次決め入ります。こうですね、イントロのとこと似てるんですけど、みんなに内緒だよ、一回ででででチャを入れて E7 サスポーから E7 で止める、こんな感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ちょいと老若男女入りますね。もう一回、ワン、ツー、スリー、フォー、ちょいと老若男女ってなっていきます。ここちょっと細かいところです。流れでやってみましょうか。みんなに内緒だよ、ちょっとロー泣く何よがという感じです。ここかっこいいですね。はい。で、この後はもうかっこよく疾走感満載でいって、サビの途中の切り返しのところにこう、ツタタタタタっていうのが出てくるんですけど、これはまあ簡単ですね。踊り明かすのさ、ああ、ツタタタタ、おいで飲みや。はい。最初に一回チャを引いといて、チャッパ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 ッ。はい。これはサビの中ではだいたい出てきますということです。で、その後はずーっと進んでいって、ちょいと危険な夢だったようなところで、ちょっと決めが入りますね。サビの、1回目のサビの一番最後です。では、危険な夢だったよからやってみます。せーの、ちょいと危険な夢、ここだよ、だだだだだ、おー、ここです。A マイナー G7、おー、ここでね、シンコペーション。だんだんだだん、ドン、はい。わかる、このタイミング。矢印マークでシンコペーションちょっと早くなってですね。ダッダッダダッドッ、ここで、おーと言って、もう、こっから、続けざまに最後のサビに流れていきます。ちょいと老若男女かという感じでね、もう畳みかけていきますから。で、最後、ラストのサビ繰り返してやって、終わっていくと。で、かっこいいバージョンでは、最後、熱い恋の物語終わったったら、またイントロ、テッツテッツテッテッパボーパボーパ、ここに戻ってですね、もう一回イントロ全部やって終わるよという構成になっています。なかなかですね、要素がね、基本的には8ビートのチャでドライブ感満載で、満載なんですけど、毎回ちょっとしたね、こう、決めみたいなのが入ってきて、それがですね、かっこいいんだけれども、なんかこう、まあ、なんていうかな、いい感じの課題になってるんですよ。これ面白いですよ。8ビートの中での、まあ、決めなんで、かなりこれをね、一個ずつやったらね、結構クリアできると思うんですけど、もう、一曲通してやるとですね、なかなか達成感あると思う。もうこれね、練習しがいある曲だと思いますよ。で、じっくり取り組んでいきましょう。あとはやっぱりこの怪しげ、ミュージックビデオをぜひ見てください。もう、説明をするよりね、ミュージックビデオをね、見てもらった方が、怪しさという感じとか、和の感じとかですね、なんかその、サザンのなんか、なんつうのこう、あの感じがよく出てるんです。まあ、そういうね、世界観ももう共有しながら、心込めて歌っていきましょう。もう早速やっていきましょう。サザンオールスターズのボンギリこういったガズレレレかっこいい場所、やってみる !1、2、3、4! We are kilometer. Ah 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 ah. We didn't know.
夏の恋でしたい。熱い熱い恋の恋の物語。サザンオールスターズの盆切り恋歌やってみました。夏にふさわしい曲、そしてサザンオールスターズならではですね、この世界観は、まあ怪しさというかね、ちょっとこう面白い感じといいますか、パワフルな曲でした。まあもう面白い要素が盛りだくさん、ぜひこれウクレレのね、トレーニングにもすごくいいと思うし、もう体全体でね、もう気持ちよくドライブできる名曲だと思います。この夏汗だくで弾いていきましょう。さあ皆さん、お知らせです。このねオレンジ色の本の出版を記念した無料イベント、誰でも参加できる無料イベントが博多で行われますよ。もう今度の日曜日です。7月23日16時から。誰でも参加できるからね、ウクレレ持ってきてさ、この曲を大セッションしますからね。この、詳しい、案内はね、概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で、楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちは。かっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内は、いろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。アマゾンとか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りできますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズ、レレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでもう小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くと、いろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん、見るだけ見てください。楽しいグッズ、いろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい。そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さん、どんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい。そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。